すごいな、これ何マイクですか。オーストラリアのマイクちゃん。あすごいよ。こっちチーズ。チーズチーズ。その分ベーハイタワーライダー。おでんです。おでんです。おでん。おでん。チキンブレス、チーションです。デンマークも結構行かれるんですか。もうヨーロッパ、世界中で僕も結構デンマークの知り合いが多くて、はい、もう8キロ行かれそうなんで、加藤、加藤さん、聞かれそうだから加藤さん、次、肩の肉ですね。肩の肉です。肩の肉です。チキンショルダー、チーチェンパン、肩肉です。ノーチャニーズ。中国で喋っていいって。いや、ノーですね。ダメ。中国ダメ。チーチェンパン。わかるんですけどね。え、わかるんですか。中国。あ、わかるんですか。大学で勉強してた。まあ、中国から得意なのは中国パンかも。チーとか。And this rice kind of rice is Yamada Nishiki. Akitsu Yamada Nishiki. It's called Akitsu Yamada Nishiki. It's called Akitsu Yamada Nishiki. It's called Akitsu Yamada はい、あの普通の山田錦より、なんていうんですかね、ちょっと上質なものになるんですけど、それが秋津山田錦。はい、では、生見て、はい、チキンハム、チキンハム。鳥の生ハムですね。はい、あちらです。間違いない。ありがとう。Thank you.
手羽先ですね、チキンウィングです。巻き焼きですね、巻きで仕上げて巻きの香りをつけてます、はい、いい香りがします。文化を言うわけですね。はい、えのきの軸の部分ですね。えのきの軸の部分を酒蒸し焼きにしてます。串を外してお箸でほぐしながら少しずつ召し上がってください。人参です。出た。あそこに。はい。やっと出てきたぞ。焦がし人参。ベイクドキャロット。ベイクドキャロット。あ、そうです。もうこれですよ。大丈夫出してないね。はい、出してないです。はい。こちら名古屋コーチンの栗ポン酢でございます。こちらだけ名古屋コーチンを使用してまして、他は秋田の避難してるを使ってますので、なんか知らないけど、マジで1分ぐらいのお茶の代わりに変わって、なんか電話は楽しかった、まあ、寒しさとか、もう段階やって名古屋コーチンの栗ポン酢です。まあ、いいかも、別に。嫌ってたら、多分ご飯になったやろうけど、でも、レオも連れてって、それぞれ買おうみたいな。うん、でも、レオに、でも、そうしてるから、レオまで。
それぞれ育てようみたいな。うん、わからんね、そんな。そう。それぐらいとかいるところがないよね。だから、あかんねんな。うん。あー、なるほど。あ、なんで、これ、あらわれそうだね。その1年後に戻ってくるっていうのが、待っといてって言われたんだけど。だって、向こうは無理やから、待たせてるから、おいしいけど。え、でもさ、待っといてって言ってるの、待っといてって言われたら、向こうは、他の子は気持ちは多分 0% ではないから、ってなったら絶対一応一人連絡を取る。しかも、多分、別れてから、レオがおるから、家にも行ってるって言って、それはほんまに感情なくてみたいな、なんかただただ犬に会いに行ってるだけ。ほんなら分からんやん、でもさっき言うねやんか。ではじゃあな、こういうの聞いたら怪しさまってやなと思って、何で言ってるのって。だって、ほんまに、ね、その彼女実家暮らしなのかなって。いや、分からん。何も知らんね、マジで情報。だって、ほんまにさ、これはちゃうの、ちょっと。いや、よし。だから、私が兄と思ったらいいけど、少ねです。少ねです。こちらで大丈夫ですか。はい。今回、こっちからママに探ってるわけ。で、向こうが1000円のところに乗ってるわけ。カワチガワです。じゃあどうですか。これはやっぱ二切れなんでよかったら食べてください。はい。カワチガワですね。山椒のあんかけです。まあ、堺の山椒使っててとても香りのいい山椒です。あ、ついでにね。チミ焼きおにぎりと昭和の限定ですね。グレードライスボール、照り焼きジンジャー。はい、はい、これのスープですね、どうぞ。焼きおにぎりと昭和の限定を作ります。編集ちょっと時間かかるんで、え、全然今年中、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 結構買えますね。たまってるよ。ラップして勝手に持って帰るみたいなやつできますけど、勝手に持って帰りたい、ラップ貸してください。はい、お待ちします。